ファルマースタジアムはイングランドイーストサセックスのファルマーにある球技専用の競技場。ブライトンにヨーロッパ本部オフィスを置くアメリカンエキスプレスが命名権を取得し、ザアメリカンエキスプレスコミュニティスタジアムの故障を用いている。収容人数は3750万750人でサセックスで最大の収容能力を持つ。 また、スタジアム名のファルマーは、近くにある村の名称に由来している。ここは、ブライトンが初めて、ホームスタジアムとして使用した、ゴールドストーングラウンド、一時的に使用した、プリーストフィールド、ウィズディーンスタジアムに次いで4番目となる。2011年から、ブライトンホーブアルビオン FC のホームスタジアムとなった。プランズリストアイテム、B ブライトンホーブシティカウンシル。 ハットファーストビューズオブニューブライトン HQ4 アメリカンエクスプレスザーガス2015ラグビーワールドカップジャパン VS サウスアフリカハットラグビーワールドカップ2015サウスアフリカ32-34ジャパン英国放送協会2015年9月19日閲覧インクレディブルラグビーワールドカップオープンズウィズビッケスト、ショックインゲーム s ヒストリー、ガーディアン 2015年9月19日閲覧。ありがとうございます。